ブルツェンラントの地図ブルツェンラントの文章、ブルツェンラントもしくはザラブル星、バルツァシャーグはトランシルバニアの南東部のルーマニア人、ドイツ人、ハンガリー人が混在している地域を指す歴史的、民族史的名称である。ブルツェンラントはトランシルバニアアルプス山脈中にあり、大まかに北はアパツァ、南西はブラン、東はプレジュメルといった範囲を指す。 中心都市はブラショブである。ブルゼンラントという名称は、オルト川の支流ブルサ川から取られたものである。ルーマニア語のブルサという語は、タケア語に起源を持つとされている。考古学的調査により、この地域にドイツ人の入植が始まった時期は12世紀中盤、ハンガリー王、ゲーザ2世の治世であったとされている。文献上の記録としては、1192年に、 テッラボッツァがドイツ人の入植地として記録されたのが最初である。18世紀前半のブルツェンラントの地図。現在のブラショブはドイツ語とハンガリー語でクローンシュタとブラッシュョブと記されている。1211年、ハンガリー王アンドランシュ二世がドイツ騎士団に東方から侵入してくる遊牧民クマン人から王国を防衛する人の 見返りとしてこの地域を与えた。ハンガリー王は、貨幣鋳造権と未発権の均衡、銀行の所有を主張する権利を留保する一方で、ドイツ騎士団には、市場設営権と裁判権を与え、また租税や通行税も免除した。ドイツ騎士団は、木と土でできた砦軍と、5つの城塞、マリーエンブルク、シュバルツェンブルク、ローゼナウ、クロイツブルク、 クローンシュタットを建設した。その一部は石像であった。この騎士集動会はクマン人の脅威をよく抑えた。また新生ローマ帝国からも多くのドイツ人が入植し、要塞や入植地の周辺に農場や村を建設した。後にハンガリー王とドイツ騎士団の間でブルツンラントをめぐる対立が起こった頃にはすでに居住者がいた。 一部の中世の文献は、この地域が無人であると記述しているが、これは現代の学者の考古学的調査や文献研究により否定されている。土地が豊かであったことも、ドイツからの移民を加速させた。ドイツ騎士団は、地元の聖職者を無視した行動を続けていたが、これが先住のハンガリー貴族の怒りを買った。王太子ベイラを中心に、 ハンガリー貴族は第5回十字軍から帰ってきたアンドラーシュ二世に対しドイツ騎士団を追放するよう圧力をかけた。これに対しドイツ騎士団総長ヘルマン・フォン・ザルツァは王と距離を取り強行に接近した。1225年アンドラーシュ二世は軍を率いてドイツ騎士団を強制退去させた。強行ホノリウス三世が抗議したものの効果はなかった。 こうしたハンガリーでの混乱と失地により、ヘルマン・ホンザルツァは、プロイセン十字軍に、活躍の場を求め、後のプロイセンへの騎士団移転の原因となった。12世紀から13世紀にかけてのハンガリー王は、ドイツ人のみならず、成形人やペチェネグ人にもブルチェンラントに入植させた。この時期についての考古学的調査によれば、ルーマニア人も多く、ここに住んでおり、後に、 シェイブラショブルイ、サトゥルング、バチウ、チェルナトゥ、トゥルチェシュとして知られる村々を建設した。13世紀後半の時点では、ルーマニア人の居住は2つの文献。それぞれ、ブランと、ドハにしか報告されていないが、15世紀後半では、ブランの9つの村のうち7つが、ルーマニア人の村で、2つだけが、ドイツ人の村とされている。 1429年のルツク会議において、新生ローマ皇帝、ハンガリー王ジギスムントが、この地域におけるタイオスマン帝国防衛に、ドイツ騎士団を当てることを提案した。すでに、プロイセンに移転していたドイツ騎士団から、クラウス・フォン・ダ・ディヴィッツ率いる文献隊が派遣され、1432年にオスマン帝国の侵攻を受けて、半数の騎士が殺されるまでブルツェンラントに駐留した。 ブルゼンラントには入植したドイツ人の末裔であるトランシルバニアザクセン人が20世紀までそのまま残っていた。そのほとんどは1976年以降、ルーマニア社会主義共和国政府の承認の下で西ドイツに移民した。ただトランシルバニアに残った者も,もおり、2014年にルーマニア大統領に就任したクラウス・ヨーハニスはトランシルバニアザクセン人である。 ポスタバル3階の頂からブルテンダントの一部を望む。右手に銀バブが、中央奥にマグラコドレーさんが、その右手前にコドレアの街が見える。画面外の右側にブラショブがある。ほぼ同じ場所から冬に撮った風景。以下に挙げる都市は、最初にリューマニア5名を記し、カッコ内に順にドイツ5名、ハンガリー5名を記す。 ありがとうございます。